富士急行、富士急ハイランド富士急ハイランドは、山梨県富士吉田市新西原五丁目、松山と、同南鶴郡富士川口湖町船津にまたがる、株式会社富士急ハイランドが経営する、遊園地である、富士急グループの機関事業を、富士急ハイランドの前景富士山駅から撮影した、富士急ハイランドのコースター軍観覧車からの景色、富士急ハイランドの前身は、 1961年に開園した富士五湖国際スケートセンター。同年に設置された富士急高架高校線、ハイランド駅に合わせて1964年に富士ラマパークという遊園地が開業し、1969年に富士急ハイランドへ解消。主な二重施設にボーリング場、キューボール、宿泊施設、ハイランドリゾートホテルスパ、 富士山を題材にした美術品を専門に集めた美術館、富士山ミュージアム、温浴施設、富士山温泉などがある。富士山ドドドンパ、ええー、じゃないか、コーヒ飛ー車の四大コースターを筆頭に多くの絶叫なシーンがあることで有名だが、2000年頃からはトーマスランドやハムハムドキドキ、王国などのファミリー層をターゲットとした施設も登場している。また、陶器は、 首都圏では最も開業が早いというアイススケートリンクも営業する。全国の遊園地で絶叫マシンは縮小傾向にあるが富士急行仙台社長の堀内光雄がファンであったため現在でも多くの絶叫マシンがある。対して光雄の息子で現社長の堀内光一郎は高所教不詳であり仕事以外では絶叫マシンに乗ることはないという。なお、A、えー、じゃないかは アメリカのシックスフラッグスマジックマウンテンにある四次元イコースター X に光一郎自身が乗った上で導入を決定した。ギネス記録を更新するため、1996年登場の藤山から2011年登場の後尾車まで5年おきに新規大型コースターが導入されていた。また、この、後飛車で通算級アトラクション14項目のギネス記録を達成。 また、鉄骨番長や流しスカなどといった日本一及び日本初となるアトラクションも多く設置されている。そのために老朽化などにより古いアトラクションを取り壊し、その後地に新たに設置することが多い。また、絶叫マシン以外にも多数のアニメやゲームなどのキャラクターにちなんだアトラクションが存在する点が注目に値する。2019年時点ではエヴァンゲリオン。 ゲゲゲのキタロ機関車、トーマス、リサとガスパールのアトラクション及びエリアがあり、2019年7月には、ナルトボルトをテーマとしたエリア及びアトラクションが開業するなど、全国でも、有数のキャラクター関連のアトラクション展開に、成功している、遊園地である。2009年1月までは、リカちゃん、2012年4月までは、戦国バサラ、 2012年9月までは、ルーニー・トゥーンズ。2013年12月までは、機動戦士ガンダム。2017年までは、解決ぞろり、トットコハム太郎をもとにした、アトラクション及びエリアも営業されていた。また、口述のように、期間限定で、進撃の巨人やドラえもん、ポケットモンスターのコーナーも登場していた。近年では、アニメやゲーム作品との期間限定の、 コラボレーション企画も頻繁に実施されている。山梨県外では、この富士急ハイランドが富士急と呼称されることが多く、広告での赤い富士に旧のロゴマークもそれを意識したものである。しかし、山梨県の富士北陸地域や静岡県東部など、富士急高専沿線や富士急グループの路線バスが運行されているエリアでは、富士急という呼称は一般に、 富士急高架部式会社及びその鉄道路線、バス路線を指すことが多く、遊園地、富士急ハイランドは、ハイランドと呼称されている場合が多い。映画、香港発活撃エクスプレス大複製のロケ地となり、ジャッキー・チェーンが、富士急ハイランドの観覧車を使った、スタントシーンが撮影された。講述する TBS ドラマ版、太陽の歌のロケ地としても登場したほか、 しばしばテレビでも紹介されることがある。バラエティ番組のクロノス、ジャンプ、中、ランフォーマネー闘争中などのエリアにもよく使われる。これまでに富士急ハイランドの敷地内で行われたゲームは3つ。首都圏から比較的近いという立地条件も幸いし、多数のバラエティ番組の収録が実施され、数多くの芸能人が訪れており、ほとんどの場合タレント、お笑い芸人が、 罰ゲームの一環として様々な絶叫系アトラクションに登場させられている。2010年代後半頃からはユーチューバーによる撮影も増えている。園内には変な文面の看板や思考を凝らしたシュールかつ奇妙なイラストが描かれたゴミ箱がある。前者では看板下に富士急ローランドと表記されている。また富士山温泉などの施設に関する看板も 設置されている。さらには、ドドンパイや A じゃないかなどのアトラクション建設中の時も、工事用フェンスに妙な看板が貼り付けられてやったことがある。このアトラクションは車を越えてしまった。2006エピソード3公開決定。絶叫シリーズ3部作追に完結。など。この他、富士急は、熊の生息地です。熊は、どこにでもいます。 見つけても絶対にプロレスをしない、タックルをしない、という看板もあるが、富士山麓に立地し周辺に山林が多いことから、実際に周辺で熊の出没情報が寄せられている。また、インターネット広告も特徴的である、とドドンパ降臨。2011年2月24日には、ソーシャルネットワーキングサービス、Facebook のページを開設した。 オフィシャルホームページでは紹介しきれない詳細な情報などを掲載している。公費者の建設中には工事中の仮囲いにユーザーのプロフィール写真を応募し掲載するという企画も行われた。現在は他にもミクシーやラインのページが開設されている。2014年3月27日、今後の絶叫系アトラクションの新規設置を同系列の相模湖 リゾートプレジャーフォレストに変更する方針を発表した。理由としては敷地にこれ以上設置できる場所がないこと、富士山の世界文化遺産登録による景観規制などが挙げられる。2017年7月15日より、園内放送や各アトラクションの出発、到着時のアナウンスに3人の声優及びナレーターが起用された。日本語アナウンスは女性が 三井四ことの男性が小出雅人と英語アナウンスはジャック・マルジが担当している。2020年7月10日からは声優のカジ・ユキ、テレビ、静岡アナウンサーの北村花江、ナレーターのジェリー・ソーレスに変更された。2018年7月14日より入園無料化が実施され、それに伴い各アトラクションの料金が値上げとなった。なお、 フリーパスの価格は据え置きとなり、年間フリーパスは大幅値下げとなった。入り大園には顔認識システムが導入され、特にフリーパス購入者はアトラクション利用時にチケットを提示する必要がなくなった。また、前売りフリーパスなどを購入時に事前に顔写真を登録しておくことで、オフィシャルホテル宿泊者と同様に開園15分前に、 優先入園できるようになったが2021年7月上旬に終了し、それに代わり開園30分前に優先入園できるフリーパスが販売されている。2018年8月5日、4大コースターにてチャイルドスイッチ導入。2019年1月26日、一部アトラクションにてシングルライダー導入。山梨日日新聞によると、 2022年7月に過去最大規模の36億円を投じて新規大型コースターを建造すると発表。名称、構造、コース等は未定。ドドドンパの垂直ループキングオブコースター、藤山鉄骨番長2019年7月26日、開業。ナルトボルトをテーマとしたエリア、アトラクションやミュージアム、飲食店などがある。世界初の機関車、 トーマスのミニテーマパークで日本唯一小さな子供から妊娠中の人3世代揃って安心して利用できる授乳室や子供向けトイレもある1998年にエリアの一部が開業翌年にエリア拡大し全面開業した幼児向けの電動遊具を10機ほど設営するほかカフェやトーマスグッズの売店などがある 開業当初から存在するアトラクションや施設の美術設計は当時テレビシリーズにいて美術監督を務めたボブゴールド・ガリアーズが手掛けた2013年7月27日開業世界初となるリサとガスパールのテーマパーク富士急ハイランドの第一入園郊外にありアトラクションはフリーパスが使用可能となっている観覧車から見た クリスタルラグーンリンクドドンパに存在していた垂直タワーと観覧車、戦慄迷宮戦隊ヒーロー風のキャラクター。主に園内を徘徊している。見た目は戦隊ヒーローだが自動販売機の小銭を漁る、さい銭箱からおさい銭を盗もうとする、ベンチで寝る。 重傷を負いながら絶叫マシンに乗ろうとする、ゴミをゴミ箱に捨てず、園内に撒き散らす、飲食物を食い散らかすなど、実際は非常にだらしなく情けない姿を晒している。また、いつの間にか、メリーゴーランドやティーカップなどのアトラクションに乗っていることもある。さらに園内には、ハイランダーの各メンバーの指名手配の看板が設置されているほか、 各メンバーの公式プロフィールにも、弱い物いじめが得意、貧乏で、スーツが買えない、清和でパシリにされている等のヒーローらしかむ設定がある上、メンバー自身も正義のヒーローと思うなよと公言している。2002年頃登場した当初は単独で、ハイカイヒーローハイランダーという名前で、コスチュームは赤。しばらくして青いコスチュームにリニューアル。2009年より、 A じゃないか、レッド、藤山ブルー、ドドンパピンク、長島スカイエロー、トンデミーナグリーンと5人組で登場。5人組になってからは、富士急ハイランドのテレビ CM にも出演し、それぞれの名前にあるアトラクションに乗車して、登場しており、ハイランダーのテーマソングが流れる。さらにはハイランダーたちのボスである、長官のほか、敵キャラクターである、樹海王星人とその子分、 10カーも存在している。彼らがハイランダーを狙う理由は、ハイランダーが園内の平和を乱すからとしていることや、体調不良を訴えた来園者に単価を用意し、救護室へ連れて行くなど、むしろ敵キャラクターの方がモラルを持っている。2011年7月には新たに、コーヒーシャゴールドが加入した。彼が加入した理由は、平和ボケした5人のハイランダーを叩き直すため、 謎が多いという設定で常に尺状を持っている。また、富士急ロボなる合体ロボも存在する。オフィシャルホテルが宙に浮き、右手部分からドドンパのピンクの車両、左手部分からトンデミーナのアーム、足部分から流しますかの黄金の招き猫ペアが出現し、頭の部分には富士急のロゴマークが出てくる。ただしテーマソングの CM では、 招き猫の大きさが違うためあっさり倒れて崩壊しており公式サイトでは修理中と記載されているかつては園内の大型コースターの旧ラインとレストランフードスタジアム内に設置されている大型モニターで園内での注意事項に関する寸劇やハイランダーが活躍するコメディドラマを放映していたこれらの映像は YouTube でも不時給 公式アカウントより配信されており、視聴が可能。絶叫戦隊ハイランダーに続いて2019年3月30日より登場したヒーローキャラクター。やる気のないハイランダーとは逆のやる気のあるヒーローとなっている。ーレッド、ーブルー、ュイエローの3人組で Q ジェットと呼ばれるバイクに乗って登場する。2003年頃にテレビ CM で登場したロボット。 オスキューは、痩せ型で、頭がちょんまげになっており、メガネをかけていて、腹回りに、愛と書かれたバックルのベルトをつけている。メスキューは太っていて、頭が、分金高島田になっており、目つきが鋭く、胸の部分には、平和という文字が書かれている。それぞれ、愛、平和と書かれた場所から、ドドンパの車両を発車する。ローソンで、フリーパスの前売り券を買った人は、 チケット販売窓口にて、オスキューとメスキューのキーチェーン付きフィギュアがもらえた。ただしそれ以降は登場していない。2000年頃の CM で登場。富山に大勢のボディビルダー及びマンバギャルが乗っており、ボディビルダーは顔が引きつりながらもポーズをとっている。マンバギャルは両腕を上げて体をのけぞり絶叫している。なお、2001年に、 ドドンパの開業が延期になってから、それまで放映されていたドドンパの CM に代わって、放映されていたことがある。CM で流れているオリジナルの音楽は、CD 化され、富士急ハイランド限定で販売されていたことがある。これが転じて一部のマニアでは、富士山のライドフォト撮影時にポーズを取る、富士山っちょのりが、定番となっているトットコハム太郎の富士急。 ハイランドオリジナルキャラクターとして登場。薄い青色の体で頭が富士山の形をしている。ハムハムドキドキ。王国内のアトラクションにも登場している。8月限定で行われたイベント。開催は不定期。閉園後、暗闇の園内で肝試しを開催。基本的に3から4つの集合場所から同時にスタートし、約1時間で園内を一周する。 ルートは決められており、一部には通常入ることができない従業員用の通路やコースターの敷地内もルートに組み込まれている。2017年以降の10月にはハロウィンイベントの一環としてこれを元にした戦慄ホラーナイトとして開催された。7月7日限定で行われる遠距離恋愛をしているカップルをターゲットにしたイベント。 二人の住まいの距離が 229km 以上ある場合にフリーパスがプレゼントされる。2004年12月から2005年2月と2005年12月から2006年2月に行われたイベント。もともとは富士山の登場者数が1000万人に達することから開催された。主にフリーパスが割引になり、富士山をはじめとする4つのアトラクションで 特別イベントが行われた。2010年から2011年冬季に行われたイベント。季節のイルミネーション装置のほか日本一の高さ60メートルのツリーなどのイルミネーションが新たに導入された。12月24日のクリスマスイブ限定で行われるイベント。2011年初開催。皇術のクラブ富士球会員の中から抽選で、 選ばれた50人が、絶叫戦隊ハイランダーと共に、サンタの衣装を着て、園内を歩き回ったり、4大コースターに乗るといった内容。2013年のハロウィンイベント期間に開催。夜の園内に最恐れ戦慄迷宮の亡霊たちが、練り歩くというもの。さらにクラブ富士急の会員から先着30名が、特殊メイクと衣装で亡霊として参加できた。 毎年2月23日に行われ、この日に限り名前に、富士が入っている人限定で、富士山を貸し切りなどが開催されている。モバイル限定メルマガ会員サービス。月に数回メールが送られてくるほか、フリーパスの割引などの特典がある。最大の特典は、9ポイントサービスで、来園時に会員限定割引でチケットを購入することで、ポイントが貯まる。 ポイント数に応じて一般、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドとランクがあり、フリーパスの割引額が増える、絶叫優先権の引き換え権がもらえる、1日に1回だけ好きなアトラクションに2回連続乗車できるなどの特典がある。以前はフェリカを使用したポイントマシーンが園内各所に設置されていたが廃止された。ポイントが加算されていない場合、 来園当日内でのみ、園内のチケット売り場にて、ポイント加算の手続きが行える。旧ポイントサービスは2018年10月をもって、終了した。待ち時間が長くなりがちな主要アトラクションを、普通に並ぶことなく短い待ち時間で利用できる、チケット。園内のチケット売り場のほか、2018年7月14日からは、各対象アトラクション前にある、 券売機や入園口でも、枚数限定で販売されている。ただし、コースター系の場合座席の指定はできない。フリーパスやアトラクション利用券とは別料金で、販売額は日によって変動する。券に記載されている時間のみ有効で、時間を過ぎると無効となるが、アトラクションが、機械調整や悪天候などで運営を一旦中止し、再開となった場合は、時間を過ぎても、 使用可能。購入後の払い戻しはできないが、不具合で終日運営できなくなった場合は払い戻し可能。一人につき最高9枚まで購入できる。ただし、アトラクションの混み具合や当日の天候によっては販売されない場合もある。2017年の GW 期間中、ウェブで事前購入できるスマート絶叫優先権が 試験的に導入され、同年7月13日より正式に販売が開始された。事前購入は、利用日の2日前の正午から利用日の30分前までとなっており、利用日によって価格が変動する。また、フリーパスと指定の3機種の優先権がセットになったトリプルスマートフリーパス、15時以降の入園で利用可能なナイトスマートフリーパスも同時に販売開始された。 こちらは、利用日の7日前の正午から購入可能。なお、ウェブでの準備数が完売となった場合は、当日園内での販売はない。対象となるアトラクションは、ドドドンパ、コーヒー車、A じゃないか、藤山、絶望要塞3、テンテコマイ、鉄骨番長、流しますか、富士飛行車、科学をしグ道場の全10機種。基本的に優先拳専用入り口が設置されているが、 例外として、ドドドンパは、出口から入る。上記絶叫優先権対象アトラクションを、利用できない。小学生未満の幼児やペットを連れている場合、グループを2つに分けて、前半の人が利用後に、後半の人は列に並ばずに利用できるシステム。利用には、グループ全員が、フリーパスを持っている。前半の利用者は絶叫優先権が使えず、 列に並ぶ必要がある。後半の利用者は、グループの半分以下などの条件がある。救命賞は、チャイルドスイッチ。幼児を連れている場合のみ、利用可能で、対象アトラクションも4大コースターのみだった。4大コースターに並んでいたけど乗る寸前で怖くなった、体調が悪くなった等でリタイアする場合、乗り場にいるスタッフに申告することで、 他の中規模アトラクションに振り替え利用できる優先権をもらえる。振り替え対応アトラクションは天てこない、鉄骨番長、流しますか、富士飛行車、リサとガスパールの空旅日記の5機種。乗り物に空席ができた時に一人で利用する人を優先的に案内するシステム。混雑時には実施されない場合もある。対象となるアトラクションは A じゃないか、富士山。 科学をしぐ道場の全3機種。園内各所にあるポスターに記載されているアドレスにメールを送り、抽選に当たると優先乗車できるサービス。優先権と異なり料金はかからない。メールに記載されている時間にのみ有効。対象のアトラクションは A じゃないか、ドドンパ富士山の3機種。2011年6月をもってサービスが終了されたが、 高費者の開業により復活した。対象のアトラクションは4大コースターのみとなっている。現在はサービスを終了。同系列の遊園地、相模湖、リゾートプレジャーフォレストとのコラボキャンペーン。フリーパス購入者は、当日中であれば、プレジャーフォレストの入園が無料となり、2014年7月に、登場した絶叫アトラクション、大空天国に乗車できるほか、 アトラクションのある丘の上まで移動する、ペアリフトも利用できる。2014年11月までの期間限定で開催されていた。富士急ハイランド駅富士山特急特急富士海遊は東京の新宿を結ぶ東京駅からの高速バス第1入園口側のバスターミナルと第2入園口側の富士急ハイランド停留所の2カ所にバス乗り場がある。 富士急ハイランドバスターミナル南側の第1、入園口側にある高速バスのバスターミナルである。富士急ハイランド停留所北側の第2、入園口近くにある。一般路線バスと無料巡回バスが経由する。富士急バス担当の高速バスの一部便は、トーマスランドエクスプレスなどアトラクションをモチーフにした、ラッピングバスで運転されている。 2018年3月以降は、トーマスランド20周年を記念し、トーマスカラフル柄、トーマス青空柄も運行開始され、既存のトーマスワイワイ柄、トーマスブロック柄との四大体制となっている。トミカにおけるトーマスランドエクスプレスは、2014年3月から2018年9月まで、ナンバー36から8でトーマスブロック柄が発売されていたほか、 2018年9月からはナンバー29でトーマスはお空柄が投入される予定。ありがとうございます。